皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間です。この番組はリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚のお悩みを解決し、そしてホットな話題をお届けする番組です。なんといっても私植草美幸は歯に衣着せぬ物言いでズバズバ本音で切りまくりますよ。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ植草さん、この間、はい、おしゃべりおじさんと怒りる女、はいはい、テレビ拝見しました。どうでした？反響の方は。もうね、なんて言っていいんですかね、まあ、今まで、私を普通に知ってた方たち、普通に、はいはいはい、例えば生活していて、そうそうそう、生活していたお店の方とかね、はい、お洋服屋さんとかお店の人って別にその職業を述べるようなこともなかったりして、で深夜番組なんで結構見ていらした方が多くって、見ましたっていうふうに言われます。あ、結構反響があって、植草さんの知名度が上がってこられて、上がったのかなっていう感じですかね。どうでした、はい、その印象、そのテレビを出演した印象、うん、ね、テレビはあの番組はそのゲスト、まあ、私がゲストですけれども、古舘さんにしても坂上さんもジュニアさんも事前の挨拶はしないでねって言われてたんですよ。なんでですか？結局そのゲストがどんな人がどんな職業でどんな人が出てくるのかなっていうのを直前までスタジオで入って初めて、へえっていう風に感じてほしいそうなんですよ。へえ。だからもうご挨拶なしでいきなりスタジオで、はい、はいどうぞってジュニアさんに呼ばれて入ってたんですね、はい、だけど実際ジュニアさんは私何度か共演しているので、はい、パッと見た瞬間に絶対にご存知のはずだけど、そこをこらえながら普通に呼ばれているっていう、まあ、面白い背景でしたけども、うんうん、反響はね、古舘さんはとにかくおしゃべりが上手、やっぱりね、はい、お話をするアナウンサーさんですからね、上手だなってびっくりしました。うーん、で坂上さんはもうなんていうのか、ズバズバと切っていくのが前ですよね。あ、そうですか、うん、そう、ツッコミがねいい具合に入ってこられますよね、うんうんうん、上手。でもジュニアさんどうですか？ジュニアさんまとめる方ですね、司会ですからね。そう、すごく勉強になりました。あ、そうですか、はい、またね、これからもたくさんテレビに出演されると思うので、はいはい、順々ね皆さんにお伝えしていきたいと思います。今日は、お便りが来ました、はい、45歳の会社員の方、女性の方です、はいはい、都内に住んでいる45歳の会社員の方、はい、都内の結婚相談所に入会していますが、はい、うん、8ヶ月すでに経ちました、はい、2人としかお見合いができていません、はい、その結婚相談所の担当者の方に聞くと、はい、会えばうまくいくのにね、うん、としか答えてくれません、うんうんうん、そしてこの2人お会いしたのですが、条件がこれといってよくもありません、はい、植草さんのところの結婚相談所もそんな感じなんですかっていうご質問なんですけれども、8ヶ月で2人とお会いしたっていうのは印象的に、うん、多いんですか、うん、少ないんですか？もうね、論外、少なすぎ。だって8ヶ月で2人ですよね、まあ、月々結果費とかもかかってる、4ヶ月にしてるってことですよね、うん、まあ、論外ですよね。45歳とおっしゃってましたよね、はい、女性ですね、うん、私 のブログとかホームページ見ていただけると分かりますけど、はい、この方の質問は植草さんの相談所もそうでしたかっていう質問なので、ね、うん、はいはい、そこを解説すると、何月だろう、9月とか10月に46歳とか47歳の方は2人ぐらい成婚してるはずなんですよ、はい、でその方たちってお一人はね、一月目に15人お見合いしてます。初月15人、うん、もう土曜日2人、日曜日2人、いやいや3人、例えば、まあ、初月に入ってくると2週目ぐらいから大体お見合いがこう入ってくる。最初アップします、申し込みをします、申し受けをします、整理しますって言って、私たちがお見合いの返事を決めるのに、まあ、1週間ぐらいかかるんで、はい、2週目ぐらいの、例えば2週目の土曜日に3人、で日曜日も3人、これで6人ですよね、はい、で次の週は先週にお見合いが成立して交際をしたスタートした人とデートがあるので、はい、あ、そうか、お見合いできないんですね、そうそうそう、うん、
だからデート、例えば、午前中11時から2時までデート、うん、で3時からお一人お見合い、うんうん、6時からお見合いお一人っていう感じでやっていく。でじゃあこの45歳の会社員の方、うん、まあ2件ということなんですけど、うんうんうん、少なすぎ、好きな仕事とかもで、担当者の方が会えばうまくいくのにねっていうでしょ、うん、というかそのね、その返事がおかしい。その担当者さん、どこの相談所かわからないけれども、うん、まあ正直力がないんですよね。だって成立させてほしいっていう質問に対して、会えばうまくいくのにねって言ってるってことは回答になってないんですよ、うん、そうじゃなくて彼女は会わせてくださいって言わなきゃダメ、うんうん、担当者、まあ、例えばそういうサーバー上とかで、うん、自分が選ばれないと会えないですよね、はいはい、ね、うん、で自分も、まあ、選んでいかないと会えないですよね、うん、それってやっぱ本人に問題があるとかそういうことなんじゃないですかね。いろいろ理由があるんですけど、うん、例えばその自分の希望ってあるでしょ、はい、この45歳の彼女の希望が果たして受け入れられるところに申し込みをしているかどうか、これが一番大きいですよね、うん、はい、うん、それといって条件が良くないって、うんうん、その条件が良くないっていうのが実際に担当者から見て条件が良くないと思ってるのか、いやいやそんなことないよ、あなたにぴったりでしょって思ってるのかなっていうこともあるし、本人が妄想でものすごく高いところに目標を置いてるかもしれないし、うん、その辺よくわからないしね、もっと詳しく教えてくれないと、なるほどなるほど、わからないんだけれども、うん、どちらにしても月会費っていうのがかかってるはずなので、はい、8ヶ月に2人でしょ、8ヶ月に2人、うん、会わない時期が6ヶ月だったからですね、はい、で6ヶ月何してたのっていう感じ、そうですね、うん、6ヶ月、そうそうそう、お金かかってるそうですからね。だからお見合いをねずっとし続けなくてもいいんですよ。例えば1人の人と一番最初の方とお見合いをして、その後3ヶ月交際してたんだったらそれは良しだと思います、はい、でだけど残念だけど結婚には至らなかったなっていうんだったらそれはありですよね、うん、活動だから、はい、何も全て常にお見合いをしてる必要はない、うんうんうん、交際中も当然活動でその間も担当者はサポートしているはずと信じたいけどね、うんうん、でそこもちょっとわからないですけども、なるほど、担当者の方のそのサポートが、うん、そうそう、サポートしてるかもよくわからないけれども、うん、2人っていうのはかなり少ない方だと思いますよ、平均的にね。まあ例えばまあ45歳、うんうん、まあ植草さんの結婚相談所にいらっしゃる方で、うん、まあね、うちは論外だからね、もうダントツ40代の成婚率っていうのはトップなわけですよ、うん、だから普通の相談所さんで45歳って言ったら相当苦戦すると思いますけど、うんうん、こちらの場合はやっぱりこう実績がすごいでしょ、45歳の方たちを年間に何十人も結婚に導いてるわけだから実績がすごいのでね、うちと比較するっていうのは相当難しいと思うけれども、一つずつ全部言い出すとねもうバラバラなんですよ、うんうん、一人の方は一人目の人と決めました、あ、そうかそうか、ね、数じゃないですね、そうそうそう、うん、でじゃあもう一人の美子さんは、20人あって16番目の人と決めましたって、うんうん、いろいろあるので、はい、まあ一番いいのは私のそのブログとかホームページで、はい、結婚した方たちの報告書イコールアンケートっていうのがあるので、成功者アンケートみたいなのありますよね、 それ見ていただくと全部書いてます、うーん、うん、あ、そうですね、あのね、自分の将来のパートナーはハートのエースだと思われるんですよ。でトランプって 13×4 で52枚ありますよね、うん、で52枚の中にどっかにハートのエースが入っていて、このハートのエースが一番最初だったら一番最初の人と結婚するでしょ、うん、で10番目だったら9人会ってから10番目の方がハートのエースでしょ、はい、そしたら10人会わなきゃならない、なるほどなるほど、そうそうそう、だからどこに入ってるかわからない、うーん、まあまあ縁がなかったっていうことなんでしょうね、うん、そうそうそう、それじゃない方っていうのがね、でもズバリその40代の半ばの方がそのマリミでね結婚をするっていう一番のポイントってどういうところなんですか、うん、彼女たちが決めるポイント、結婚成約率が多いポイント、あ、うちのね、もう結婚ってどういうものなんだよっていうところをしっかりとお教えしているところ、
そこが一番大きいと思う。つまりは、うん、その結婚したい結婚したいって思ってるうちは妄想なんですよ、うん、じゃあなんで結婚したいの、結婚後どんな生活をしたいのっていうところの、そのもっともっともっと深いカウンセリングをしてあげなきゃいけない、はいはいはい、うん、でただただ結婚相手、はいどうですか、はいどうですかって言ってるわけではありませんから、その方のこれから生きていきたい方向性をきちんと考えて、もしかしたら結婚しない方がいいよねっていう結論に達する可能性もあります。ほう、はい、もしかしたら、はい、で、場合によっては今の仕事は続けていきたいから、じゃあ応援してくれる人じゃないと結婚生活できないよねとか。なるほど、自分がどういう結婚生活を送りたいかで、うん、お相手を導き出していくっていうような、ね、うん、そしたら現実的になりませんか。結婚したいです、じゃあ現実的じゃないんですよ。皆さんが思ってる結婚っていうのは、結婚っていう4文字で、その4文字のイメージっていうのはブーケとか花嫁姿を、いわゆる結婚式のイメージ、ウェディングドレスとか、うん、その日のその瞬間だけ、もしくはエンゲージリングとか、そうじゃない。結婚したっていうのは1秒なんですね。入籍したその瞬間が1秒、その後の We will 私たちっていうのが、30で結婚したら、じゃあその後50年とか60年の長いスパンだから、結婚は人生なんですよ。なるほど、はい、ね、結婚イコール2人の人生、もしくは子供プラス子供の人生だから、そこをちゃんとアドバイザーが教えなきゃいけない。結婚相談所って紹介するだけじゃないんですね。そうですね、ただね、紹介するのすら難しいです、45歳は正直、うん、そうそういませんよ。45歳の方で結婚できるっていう人は1000人に数人ですから、日本のその、ちゃんと人口統計見て、年間何人45歳結婚するでしょうっていうと、大体その1000人に4人ですからね。でも皆さんが、私は結婚したいですってエントリーしてる人は1000人じゃないから。そうですね、100人かもしれないしね、うん、そうですね、うん、100人かもしれないけど、はいはい、大体の方は40になったら諦めちゃうけれども、うん、結婚したいって思ってる人がだったら、もうぜひ活動してほしい。結婚できます。でもね、そのね、例えばアドバイザーの方が、うん、例えば寄り添ってくれるだったりとか、うんうんうん、そういうのってなかなか見つけるポイントって難しいですよね。探すってことでしょ、うん、だから本当にそのね、1ポイントはね、あんまり人数が多いところ、もう1000人以上になるとなかなか難しいかなと思うし、その相談所を探すときね、話ですよね。そうそうです、そうです。あとオーナー、私はオーナーじゃないですか、はい、オーナーがちゃんと自分が実践的にやってるかどうかっても大きいです。もう任せてしまう、社員のその他大勢の社員の人たちに投げて、はい、あなたたちやりなさいねっていうところにお世話になるっていうのは正直難しいと思う。どのぐらいのレベルなの。だって大手のところは、先月入社したばっかりですってアドバイザーがゴロンゴロンいるんですよ。なるほどなるほど、うん、はい、で結婚してない28歳、うん、どんな人生話せます。そうですね、でしょ、まあ、マッチングだけだったらね、うん、そうそうそう、うん、だけどこのマッチングすらできないじゃない。45歳でいろんな悩みがあって、うん、世の中いろんなことを考えて一生懸命生きている45歳の女性に対して、28歳の、ね、結婚してない女の子がどうやって説明するのっていうふうに思いますよ、うん、そもそもアドバイザーの方ってね、指名とかできるものなんですか、うん、そもそも指名はね、その会社によって違うでしょうね。ああ、そうなんですね、うん、基本できないと思いますよ。塾に行って、予備校に行って、この先生です、この先生ですって決められないですよね。あ、それと一緒だと思います。なるほど、ね、うん、まあ、いろいろね、じゃあ結婚相談所行ってみて、そう、いろいろ行ってみたらいいんじゃないですか。ただね、営業マンが出てくるところがほとんどですから、最初。あ、その人がアドバイザーではない、うん、アドバイザーじゃなくて営業マンが、大手はほとんどそうですね。で、営業マンは高いお給料で、毎月何人入れなさいって決まってる。そうで、うちの相談所でも大手のアドバイザーやってた人が何人かいるわけですよ、はい、そうすると彼女たちが情報何でも入ってくるんで、大手で入会だけを募るところ、
要は入会のところに営業マンいっぱい高級でずらっと揃えてるところは、入り口のところに力を入れてるんですよ。お一人入ってきたら裏の方で一人入会したらいっぱーんってやってるらしいですからね、お聞きしたら。なるほどね。で最後出ていくところ、結婚させるところに力を入れてるところは、入会のところは営業とかいないわけですよ。別に入ってきた人だけポツリポツリでよくて、ここに専念するのでアドバイザーにものすごい力入れてる。なるほど、ね。まあ、でも入会する人からしたらそっちの方がいいですよ ね、 ね。だけどどこかなっていうのはやっぱり分かんないです、ね、営業が出てきたらちょっと難しいかな、まあ、営業ってまた分かんないですしね。うん、そう、もう例えば昔不動産の、投資不動産やってたとかね、いろんな人がいるわけでしょ。それから別荘 の、 その販売をやってたとか、まあ、そういう人たちが面接に行って入社するわけですよ。なるほど、うん、営業手当がバンバン作るんですよ。うちは違うから、成婚手当だから、結婚させるのがとにかく我々の使命だよ、導くんだよって。だから手は抜かない、情熱的。やっぱ一括りに結婚相談所って言っても、まあ、いろんなところがあるんですね。ありますね。じゃあまあ一旦ね、マリーミーどんなところかっていうのは、12月23日、はい、13時婚活セミナーがあるということなのでね、はい、試しにマリーミーの方も覗いてもちろんもらって、はい、いろいろね、見比べてください、ね、はい、資料もどんどん請求してくださいね郵送でお送りします。はい、植草さん、お時間となりました。そうですね、はい、お別れの時間ですね、はい、はい、お相手は植草美幸でした。ではではまた来週のこの時間をお楽しみに。ごきげんよう。